まあ、なんなんだろうなっていう。はい。とりあえずもう本当に裁判近づいて、はい、訴状今、住所をめくりまくってるとこじゃないですか。はい、おっしゃったです。はい。慌てて、はい、反論しようとしたのか、それで引っ込めようとしたのか、はい。まあ、けどひどい誹謗中傷であれば、はい。まず警察の方に行かさせていただきますけど。あ、まあそうですよね。そこはね。はい。あ、まめどろさんありがとうございます。いただきます。そうですよね。予想もできないことにできたり、ありがとうございます。そうなんですよ。だから、一応僕らはこうやってずっと連絡取り合って、まあ、いろいろやってるじゃないですか。はい。そういう上で結構ガチで動いちゃってるじゃないですか。そうですね。はい。まあ、それはもう、僕もちょっと匂わしてるぐらいにしといてるだけなんですけど。はい。はい、だからもうそろそろ、しっかりと痛い目見るのかなと。はい。そうですね。もう結局多分、住所をめくれないままになるだろうか。放置送達になると思うんですよ。はいはい。それは聞いてます。はい。はい。2週間張り出されて、はい、もうそれで届いちゃったよっていう体なんで。はい、あ、そうなんですね。はい、皆さんが私、ツイッターで多分、福岡地裁北九州支部にあられると思うんで、はい、それを写メ撮って、はい、ツイッターに上げるんで、皆さんで共有していただいて、ぜひ、そうですね。届くようにですね、はい、していただければと。そんで、工事捜査が2週間バックれちゃうと、もう届いたことになるので、はい、裁判は始まってしまうということですよね。始まって1回目から答弁書もなしで欠席したら、もう負け確です。負け確ですね、はい。はい。はい、大変ですね、これ。もう、今度あと、大衆の方がですね、はい、本当大関。の力を借りないと、はい、大変になってくるんで。そうですね。はい、一応もう訴状には、はい、仮執行も求めてるんで、はい、もう始まったと同時に仮執行をやってます。おー、素晴らしい。いい動きですね。はい。はい、仮執行宣言入れてるんで。楽しみですね。はい。多分認めざるを得ないでしょうし、今、義援金が入ってきてるもの、はい、何ぼ整理しようと何しようと隠そうと、はい、いきますよ。はい。まあ、そうですね。はい。はい、もうそれが、もうそれが代償ってやつですよね、もう。そうですね。はい、本当に、はい、なんだろう、言わにもないことだったんで、私も。まあそうですね、はい。私になんかちょっとでも非があるんだったら、はい、ああ、って思うとこもあったけど、これは思えなかったんですよね。はい。ちょっとも、はい、なんか悪かったのかなとか思う気持ちも全くなくて、はい。で、大関さんとかのリスナーさんとかうちに来てくださって、はい、皆さんも応援してくださるんで。はい、ありがたいですね、はい。ありがたいです。はい。でも、逆にね、でもあれですよ、壁さん。なんか誰か、万年を守ると。万年を守るんだって言ってる、なんか、すごい、壁パパさんじゃないですけど、逆の壁がいるみたいですよ。俺が万年を守るんだって壁になる男がいるみたいです。そうですね。はい。まあ、豆山って言うんですけど。はい、あ、砂壁ですか？砂壁です。はい。砂壁が守ると。砂壁で。人工で作られた壁ですからね。はい、まあ。そうなんですよね。だから、サラサラ彼は落ちちゃうんで、まあ、どうしたもんかなと。守ってみろよっていう話なんですけど。うん、はい、守るっていうか、とりあえずそれを、ね、はい、まあ、決まった。賠償金を払って、はい、まあ、私これ1回で終わらないので、はい、まだ次裁判するネタも考えてあるんで、ああそうなんですね、さすがですね、はい、徹底的に追い込んでいきます、はい、もうこれは自己破産と関係ないですからね、全く関係ないです、はい、もう悪意によるものなんで、はい、私がやったものについて、はい、いいですね、はい、失未来でもう逸失利益ですね、逸失利益の、はい、はい、それの損害賠償をします、はいはい、なるほどですね。でこれは退職金まで含むんで、はい、結構長くなると思います。もう終わりですね。はい。もう2010年の時まで私の債権がついて回るという。はい、まあそうですね。もう本当に徹底的ですからね。マジで。そうですね。はい。いつもおとなしいおじさんを怒らせたら怖いんだぞと。そういうことなんですよね。はい。はい。もう徹底的にっていうことですね。もう。はい。オラオラオラって言ってる人ほど、はい、なんかいざそういうとこ行ったら中太郎になるじゃないですか。そうなんですよ。はい、ちょっと何も言えなくなっちゃって、はい、そうじゃないんだよって本当に怖いのは、はい、こういうおとなしいおじさんなんだっていうことを、ね、はい、いただきたいなというふうに、はいはい、でもこれをこの、経過報告はもう壁パパさんのチャンネルでも随時、やっていくというふうに聞いてますので、はいはいはい、ぜひぜひ情報共有しながらですね、大関さんと宮さんと、はい、もう三本柱になってますので、はいはい、皆さんで、はい、盛り上げて、はい、これおかしい公弁書でも帰ってきた日にはですよ、はい、飲めるね、いやいや、本当ですよ。もうつまみがいらないっていうね。はい、そうです、そうです。はい、そんな感じで、ぜひね、はい、ぜひね、本当はね、関東の方に移管手続きを取って、はい、皆さん、傍聴で集まるような状況にしてほしいんですよね。はい。さすがに九州きついな。いや、さすがに九州はきついですよ。はい。そうですね。でも、まあまあ、それをね、僕らも楽しみにしてるんで、はい。はい、ぜひぜひ、ちょっと、おいおい、はい、おいおいというか、まあ、来週中じゃないですかね。あ、マジっすか。あ、そっかそっか、はい。そんな時期なんですね、もう。はい、もうそれぐらいに来てます。もう、はい、だからもう、弁護士も結構めくって言ってるけど、はい、この前やっとヒットを出て、はい、そこからフィット、不評を取ってるとかで、はい、でそこに着火してるのが、その、
あ、なるほどですね、はい。で、それがもっと必要になったっていう感じで、はい、なってるんで、はい、まあ、土日、見くれるんだけど、それが今引っ越したとかなんとか、わらびだかなんだかって言ってるけど、はい、それ住所変更してるかどうかっていうのがわからないので、はいはいはい。なるほどですね。そのあたりですね。わかりました。じゃあ、カメパさん、今日はありがとうございました。はい、また追って連絡しますし、あと、カメパさん、この後、はい、僕が終わったらやるんですよね。はい。のチャンネルは、はい、ライブ配信させていただきますので、ぜひ皆さんご参加ください。はい。はい、ありがとうございました、今日は。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。失礼します。